セルゲイ・ユリエビチグランキンは、ロシアの男子バレーボール選手。キスロボツク出身。ポジションはセッター。ロシア代表。2002年、ロシアスーパーリーグのネフチャニック・ヤロスラブリへ入団。ユース代表に選出され2003年ユース世界選手権に出場。ルチモスクワを経て2006年に、ディナモモスクワに移籍し、2008年にリーグ優勝と、ロシアカップ優勝を飾った。 2006年7月16日、モスクワで行われたワールドリーグフランス戦で代表デビューを飾り、3位入賞を経験。ロシア代表のセッターとして2006年世界選手権に出場、2007年ワールドリーグ、2007年欧州選手権で準優勝し、2007年ワールドカップで銀メダルを獲得した。2008年北京オリンピック決勝リーグでは、 チームの司令塔として活躍し、銅メダル獲得に貢献した。2009年にディナモモスクワのキャプテンに就任し、2009から2010年、欧州チャンピオンズリーグ準優勝。2010年ワールドリーグで準優勝とベストセッター賞を受賞し、2010年世界選手権に出場した。2012年8月のロンドンオリンピックでは金メダルを獲得した。ありがとうございます。